皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋彰子です。本日のテーマは50歳代の教室の先生が残りの人生を楽しく過ごすための7つのコツということについてお伝えしていきたいと思います。えー、今日のお話は、まあ、もちろん経営とかにも関わる部分はあるんですが、 私のクライアントさんが割と50代の方が、ね、ボリューームゾーンなんですよ私も今53ですからね。ということを考えると、まあ、残りの人生っていう部分で何年を残りというふうに言うのかわからないんですけれども明らかに20代30代とは少し方が違ってきて、まあ、100年だったとしてももう折り返しじゃないですか。 80だったとしたら折り返しの方にもうかなり入っちゃってるっていうこの段においてどういう過ごし方をしていくのかしかも教室業でっていう部分も含めてなんですけどねそれを考えた時にあの私もこう考えているしっていうのと皆さんもこういうふうに考えてみてもいいんじゃないですかっていうのをまあ経験 啓蒙的に伝える会になるので、えー、まあよかったらね、一緒にふと振り返って考えてみるっていうちょっとした時間にしていただけるといいのかなというふうに思っております。はい、それではですね、早速まあつのコツっていうふうに言っているので、これは私の持論ですからね。ちなみに言うと、はい、あの皆さんがどう考えるな、皆さんの勝手なんで、あと好きなように考えてください。 はいえー、とまず1つ目ですね1つ目は、えー、と脳を活性化させるイコールチャレンジするっていうそういうのをね特に50過ぎたらむしろチャレンジをしていただきたいなというふうに思っているのでそれを1番目に挙げました、えー、と脳の機能っていうのは皆さんもねご存知のように若い時ほど記憶力とかもなくなっていっているしどんどんこう動かさないとですね 退化していきますよ、ねまあだからその最後の部分は認知症とかそういう領域にどんどん入っていっちゃうわけなんですけど脳を活性化するっていうのはじゃあどういうことになるのかっていうと刺激とかですよね、まあ、楽しいとかワクワクとかなので刺激っていうのは何なのかって言ったら日常とかマンネリじゃない領域が刺激っていう領域になるじゃないですかだから自分がやったことがないことをやれなかったことを とかかを今ならできるるもものがあるかもっていうのがあったらぜひチャレンジをしてみてほしいっていうのが一つと昔にやったかったけどやらなかったことっていうチャレンジっていうのもあるけど全く今まさに目の前にポン出てきたっていう新しい話題とか新しいものっていうのはまずは乗っかってやってみるっていう感じやできないとか年出しとか関係なくですよ それをやってみるっていうことでまた脳が刺激を受けて脳が活性化すると結果として若くいられたりとか脳がですよ発想とかも豊かになるし若い人とね付き合うときとか若い人って何歳のことを若いっていうのか分かりませんけれども20代とかの人と話すときにでも話題が分かってる状態で話すのかそうじゃないのかって結構大きいじゃないですかでいつでもチャレンジしてる60代でも70代の人でも やっぱりチャレンジしてる人って若々しいんですよ年齢に関係なく。でその一つの分岐点として50代の時で諦めに入っちゃってる人ってもうどんどん脳が退化するからますます60とか70になってチャレンジできなくなっちゃうんですよだったら50代で、まあ、40でやってもいいですけど50代ってなんか守りに入っちゃう。 の方が多いから言ってるんですけど、その時ほど新しいことを好奇心を刺激するようなことはチャレンジし,かしていかれるといいんじゃないかなって思っているのが1番目、脳を活性化させる、チャレンジするということですねで。2番目、自己肯定感を上げるということですね。まあ、人と比べないということです。私は私のあるがままでいいんだと自分をちゃんと認めてあげるということです。 特にね、年齢上目になってくると、キャリアいろいろ皆さんあるじゃないですか。このキャリアでこの人はこう立ってる。このキャリアでこの人はこう立ってるって言って、私って何もないとかってね、いう人もよくいらっしゃるんですけれども、何もないはずないんですよ。生きてきてるんだから、その年数ね。 まあじゃあ子育て頑張ったっていうんだったらどういう子育てを頑張ってきたのかっていうことを自分でちゃんと認めてあげるっていうことが必要であの私はこれができてないこれもできないあの人みたいにできないっていうふうにないないないで否定ばっかりすると自分の心も慣れちゃうしそれこそ脳も硬くなって萎縮しちゃうから自分ってこういうところ素敵よね他の人が何と言おうともっていう。 ある意味わがままに振り切る感じでいいのが50代だなっていうふうに思ってるんですよ。うんあのー、ねその年齢でそんなことやらないよって例えば誰か同級生が言ったとするじゃないですか。でじゃあ私の回答何なのって言ったらあなたはねっていう形であなたはやらないかもしれないけど私はやりたいからやるんだけどとかね、うん、っていう話だし。 そ,そんなのうまくいかないに決まってるみたいなうまくいかないよそんなのってなんでって言ってあなたは私じゃないしって言ってで仮に私がうまくいかなかったとしてもあなたに何か迷惑かけますかっていうそういう世界じゃないですかだからやっぱりやりたいようにやってよくて失敗しようがうまくいこうが人の目とかも関係ないっていう領域を持つと とても自由に50代は生きられると思っているので自己肯定感を上げるっていうのもね2つ目に必要かなと思ってます3つ目です3つ目が、えっと、コントロールできないことは諦めるはい高校もねなかなかねあの達観するまで難しいんですよ特に人間関係あの性格ってその人が持ってる性格ってね3つ子の魂100までもっていう言葉もありますけど 大体変わらなないですそんなに、まあ、変わる人も中にはいますけど。っていうことは変わらないという前提で宇宙人なんだっていう前提で潔いいい意味の諦めを持って付き合うかむしろ異質で面白いっていうなんじゃそれ笑えるそんなことを普通の人言わないよねっていう領域で面白がるか、まあ、その人はそういう人だからといって。 距離を取るるかだいいたたこのりのありパターンになってくるんで、すよでこの選択肢の中で、えー、やっちゃいけないのは、その人を変えようとすることです。望んでもいないのに。望まれたら変える手伝いしますよ。例えば私の場合にはコンサルじゃないですか。そうすると、例えば売上を立てたい、こんな夢を叶えたい、生徒さんがいっぱい来てほしいっていうのを、障害として邪魔しているマインドブロックがあったら外しますよ。それは言って。 それは頼まれてるからです頼まれてなかったら別に何も関係ない人にわざわざおせっかいしてあなたのそういう性格が良くないからこうだよってことはわざわざ言わないです頼まれてないからだから例えば嫌だなこの人の性格私と合わないなと思ってもその人はそれで楽しく生きてるわけですよそしたら自分と合わないのをさっき言ったようにあの距離を取るのか それって面白いよねって言って理解する方向に行くのか要は変えられないっていう前提でその人変えた方がいいよっていうふうに言うのは余計なお世話なんですよ。本人が望んだら言ってあげたらいいっていうこの領域でやるだけでも随分ねあの気持ち楽になりますイライラ感はね。あとはコントロールできないことだから天変地異とかの残念な話とかですよ。 ででどうとかかいいいろいろあるじゃないですかでそれが地域的に当たってしまった場合にはなんでだろうって言ってもどうしようもないんですよたまたまそうなっちゃっただけだからそうするとコントロールできなかったことなんだから起きてしまったことを悔やんでもしょうがなくってそこからどうするかっていう未来は作ることができるっていうある意味諦めで手放すその感情を手放すことによって次に動けるっていうのもできるので。 コントロールできることはしたらいいんです、精一杯自分でできる範疇は。できないことは諦めるっていうことも潔さを作っていく上では必要な選択肢なんじゃないかなというふうに思っています。はい、次4つ目。えー、付き合う人といるべき場所、環境をきちんと選ぶということですね。ここ結構大事です。例えば、えー、と生活環境が違うと、 うん、愚痴をすごくいっぱい言いがちなタイプの人たちの集団とかっていうのもあったりします。その中に入ってしまうと自分も愚痴っぽい人間にやっぱなっちゃったりとかします。方や前向きなことを語ってじゃあ例えば本を出版しましょうみんなで作っていこうわーっていう中に入るとなんかできちゃうような気がするとかねまあ実際に私も、ね、出版塾とかも入ってますけれどもあの毎月のようにみんなが本出してるとなんか 出すのが当たり前っていうか出るのは当たり前じゃないみたいな雰囲気に脳が変わるとなんか自分もできるような気がしちゃうとかそういう話ってよくあるじゃないですか。で私も毎年一冊はね本を書こうと思って本を書き始めた人です。一発屋で終わりたくなかったからまずは10冊と思ってスタートしてたんですけど1年に10冊とか書いちゃう人とかが目の前に現れて。 さらりとその人がやっと抜けてるの見ちゃったらあ10冊って人間って普通にできるんだっていうふうに分かって1冊ってやっぱちょっと目標低かったなと思って今2冊にしてるんですけど、まあ、それでも実際書くのは大変なんですけどねでも環境が変わってそういう人と出会うと自分のハードルとかあれも変わるからだからなるべくいい場所を成長できるところっていうのを選んでいかないと50代特に成長しないんで。 寄り合いとか惰性とか諦めの集団に入っちゃうとめっちゃその方向に脳が染まっちゃうから怖いですよだからいる場所間違えると口癖まで移っちゃうので そこね本当気をつけて付き合う人といる場所っていうのはしっかり選んでいるようにした方がいいですだから居心地っていう意味もあるんですけれどもここ嫌だなちょっと聞いてるだけでなんか心が落ちてくるっていうようなところにはなるべく早く離れた方がいいです綺麗にね、はい、なのでそもそもどこに所属してどこにいるのかいろんなコミュニティがありますけれどもねそれは自分でちゃんと選んで決めていくっていうことがあります はい、次5つ目、自己流よりもプロに習うのが早道っていう話ですね。はい、これ何か叶えたいことがあって、時間を優先するんだったら、一生懸命縛り調べながらって言って、お金を使わないで頑張ろうとするよりも、叶えたい目標があるんだったら、プロにお金払って早く習っちゃった方が早いです。どう考えても早い。 でプロの人っていうのは当然教えることもプロなわけじゃないですかそうするとその人が持ってる課題とかどういうふうに言ったらうまくいくかっていうルートもケースをたくさん知ってるわけですよねその中の最適解を教えてくれるからやっぱり早いんですよ。 でここでお金をケ散るのが悪いとも言わないし調べるのを好きな人はやったらいいと思うんだけど最短最速で自分が欲しい成果と結果を手に入れたかったら趣味であろうとビジネスであろうとプロにならうのが早道なんですよ。特に年齢はどんどん高齢化していって体力もどんどん落ちるし判断能力も頭の回転速度も全部落ちていっちゃうからあのその 失うべき時間っていうことがあまりよく分かっていない方が多くて50代ってどんどん衰えが早いですよだから例えば別にダメとは言わないんですが、えー、っと会社員ですいつか夢を叶えたいと思っていて定年になったら教室事業を始めようかなって思ってるタイプの人はやめなくてもいいけど 同時並行でやっぱりその勉強を始めるとか動かし始めるっていうことはやっぱりやった方がいいと思いますよ。でないと本当に動かしたいと思った時にお金がない実際の問題だって会社員辞めちゃったりとかしてるわけじゃないですか卒業というか退職ねあの定年退職をしちゃったりとかでじゃあ定年退職2年前から準備しますって言っても その2年前って58とかじゃないですか例えば50の時にそうしたいと思ったんだったら50の時からうっすら準備をしてるとかの方がいいですよ脳も動いてるし時間かかるんで思ったよりで途中部署移動とかがあったりするとまた計画崩れちゃったりするじゃないですかだからあの自己流で時間かかってやってるうちに社会の環境とか変わっちゃうからそういう意味でもあのー いい感じでね、あのやっていくっていうためにも、自己流じゃなくてプロに習う、趣味もプロの方が早い、ビジネスもうん正しいルートを教えてくれるとこを探して、あそこがいいなと思ったらそこで習うとかっていうのは、準備段階として、お金があるような時にやっといた方がいいですよ。時間ができてもお金がなくなると、そこを投資もできなくなっちゃうので、おすすめは自己流よりもプロに習うのがおすすめです。 はい、6つ目、やらないことを決める、捨てるものを捨てる、これも結構、ね、できない人多いんですよ。50代になると結構持ち物多いんですよね。なるべく私も捨てるようにしてます。心痛いんですけどね、1年間使わなかったものって大体使わないです。 っっててててていいう基準にして捨てていってるんですけど心痛いんですけど。で捨てるときに心が痛いということは、まあ、もちろん感謝しながら捨てるんですけれども痛いということは増やさないっていうことを努力しないと物って増えるんですよ。で特にそのどんどん年齢がね重ねるにつれて物って邪魔になってきちゃったりとかするから私は最高の贅沢は物がないような状態で必要なものだけ必要な好きなものに囲まれて上質なものに囲まれてだけ 過ごしてていいくっていうのが一番のが番贅沢だと思ってるんですよだからあの不思議な話でめちゃめちゃお金持ちの家ってほとんど物がないって言ってむしろお金持ちじゃない人たちの家の方がごっちゃごちゃでいっぱい物があるっていう話を何かの本で読んだことがあるようにシンプルな暮らしっていうのはその人の心が充足していることっていうのがシンプルでいい暮らしができてるっていう状態なので。 それがやっぱり家の中もすっきりしている状態要はクリアーな状態だと新しいことを受け入れる元気と勇気とかも出てきますし物がいっぱいあるとそもそも探すのが大変ですからね、はい、そうすると時間もロスになったりとかいらんものが目に入ってきて余計な感情がさざ波が立っちゃったりとかするので50過ぎたらですねある程度あのやらないことを決めるいらないものを捨てるすべてを全部やっていると 自分が本当にやりたいことが何なのかとか見えなくなっちゃうのもあるから取捨選択をしていくっていうのが特に大事になってくるなというふうに感じてます。はい、7日目、うんえー、い行けるとこよりも行きたいところを選ぶっていうことですね。お金の問題が一番大きいですい。まあ、あと日程の問題とかもあるんだけれどもで行けるとこっていう範疇で探すのか行きたいとこに行くためにどうするのかっていうふうに 資産すするる上ででは、まあ、全然観観点点がが違うんですよ見える世界とか、ね、観点とかかねだから50過ぎたらやっぱり残りってみ短いっていうかねどれぐらいっていうのが分からないじゃないですかそう考えると体が元気なうちにやっぱ行きたいところを優先してそのためにどうできるのかっていうふうに考えた方がいい,い,いと思うんですよやりたいことを優先して そのためにどうしたらいいのか。だからこれっていうのが、まあ、さっきの会社の問題も関わってくるんですけどね、やりたくないと思ってるんだったら、辞めちゃってやりたいことを追っかけるっていう勇気を持ってもいいんじゃないですかっていうことです、はい。死んだように会社で勤めていて、まあ、お金は確かにもらえるかもしれないですけど、それ以上のお金をもらえないという確信が別にあるわけじゃないじゃないですか、落ちる可能性ももちろんありますよ、もらってる金額が。 だけどそれがじゃあ全てなのかっていうところと夢だったら夢早く追いかけた方がいいんじゃないっていう気持ちもあります。なので考え方の基準が行けるとこっていうともう狭くなっちゃいます。行きたいとこっていうふうになるとすごく広くなるからあとはそれをどういうふうに叶えるかっていう手段を考えればいいだけなのでそのようにあの考え方のね枠を 外しててていいくくととと人生もとても豊かになってくると思います。で、今で一応七個全部言ったんですけど、まあ、ちなみに私が、えー、っと自分の人生において50代をどう生きるかっていうのを20代の時にあの考えていた時にそれぞれの年代でね考えてることっていうのがあって20代の時に考えてた30代っていうのは 自分が成長する時だから知識いっぱい吸収していっぱい学んでいっぱい行動して、まあ、とにかくこういっぱい体にね染み込ませる経験をっていうのが30代だと思ってましたで40代はそのいっぱい経験したものの中をさらにもっと特化した成熟期って私は思ってるんですけど熟成させてさらにもっと実りのあるものに変えていくだからいらんものは一旦切ってますその30から40に上がるときにね で、これが40代。まだでもがむしゃらにも動いてます。で、50代、さらにそこがもっと成熟してくるので、今度はそれを若い世代に渡していく。これが50代、60も似たような状態だと思うんですけど、40代で成熟したものを渡していくイメージなんですよ。だから、出し惜しみとかってしちゃいけないと思っていて、あのよくね、まあ、半分冗談で半分本気なんだけど、あの知識と、 ね、お,お金ってあの墓場に持っていけない、関係なんか入れられないから、はい、もう死にゆく人が持ってても無駄じゃないですか。だから、どれだけ若い世代にあの財産としてのもちろんお金っていうのも含めてだし、知的財産ですね、これをどれだけ残せるかっていうのが結構大事なんじゃないのかなと思っているので、私はそういうつもりで教育育成っていうことをすごく力も入れてるし。 お,お金ももちろんあの作っていってますよ作っていってるしそれは自分が、えー、やりたい夢を叶えるためにお金のツールっていうのは便利だからあるとい叶えやすいっていうのがあるのプラス、えっと、後世のためになるようなシステムなのか物件なのか分からないけれどもそれも残していきたいっていうのも思っているのでそういう暮らし方稼ぎ方おしまいに向かって動く人生っていうのは 考えていますなので私の場合に子どもがいないので子どもっていう領域がそこには入ってきてませんけれどもあの皆さんの場合ねお子さんにじゃあ何を残したいんだろうとかそういうのも選択肢に多分なってくるのかもしれないですしクライアントさんのためにどういうことをしていきたいのかっていうねこれも選択肢の中に入ってくると思いますのではいあのぜひですねこの辺りを ふと考えてみて、今の自分ってどういう自分で、あと10年、出だしの人なら10年です、50代って言ってますけど、59の人はもう60になりますよっていうことで、ますます体力落ちていくのが普通な時に、 どれだけ自分が自分らしく楽しく人生を過ごせるのかっていうのも考えるのもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあまとめに入っていきたいと思います。えー、50代の教室の先生が残りの人生をたごす楽しく過ごすための7つのコツですね。1つ目、えー、っと脳を活性化させるチャレンジをしていく。2つ目、自己肯定感を上げる人と比べない。3つ目、コントロールできないことは諦める。 4つ目、付き合う人、えー、いるべき環境をきちんと考える。5つ目、自己流よりもプロになろうのが近道、その方向への自己投資はしていこう。6つ目、やらないことを決める、捨てるものを捨てる。7つ目、えー、行けるとこよりも行きたいところを優先する。っていうこの7つのコツをお伝えしました。よかったらご参考にしてみてください。それでは